ダム湖夜明けダムは、福岡県浮橋浮葉町、三春千崎と大分県浸し、夜明け千崎にまだがる、筑後川本川に建設された、発電専用ダムである。筑後川水系では、1913年の女子畑発電所建設以来、筑後川、楠川に水力発電所を建設していたが、第二次世界大戦後の拡大する電力需要を見越して、 筑後川中流部の夜明け地点にダム式発電所の建設を図った。1952年より建設に着手し、2年という短期間で完成させた。ダムの形式は重力式コンクリートダム、高さは15.0メートルである。ダムの建設された場所は筑後川の両岸に国道386号と国道210号が並走し、 大分自動車道や JR 九州九大本線も近傍を通ることから福岡県、佐賀県、長崎県と大分県を結ぶ交通の要衝である。ゆえに山間部であるが交通量は多い。下流には保木公園があり、春には100本の桜が咲く花見スポットである。ダム湖はカヌー等に利用されている。また、1966年の大分国体では、 ボート競技の会場となった。2017年7月5日、平成29年台風第3号と発達した梅雨前線の影響により、筑後川は氾濫危険水位を超えて増水し、同日18時半頃、東ダムの管理所が流出した。ダム建設中の1953年6月、梅雨前線の活発化によって筑後川流域は500ミリメートル。 以上の集中豪雨が降り注ぎ、流域は有史以来の大水害である昭和28年西日本水害を経験した。ダムは建設途上で8門あったゲートで完全に作動できたのは3門、残りは未完成であったため、上げ下げができず貯水量のコントロールができない状態にあった。ダム地点は上流からの激しい濁流に現れていたが、ついに両岸の部分から小清水、 一流しついに決壊した。ダム本体も全面決壊とは至らなかったが、設備の一部が破損、流出した。この決壊事故が下流の水害を増幅させたのではないかという指摘が多く出され、翌年福岡県と大分県は共同で夜明けダム調査報告書を作成したが、ダム決壊による直接的被害というよりは河川整備の不備が 今回の災害をもたらしたとの結論になった。近代の日本におけるダム決壊事故の例は八百六十八年のイルカイケ決壊事故によって九百四十一人が死亡した例とこの夜明けダムのほか三例があるが、これ以降のダム事業に大きな影響を与えた。また、ダム建設によって、江戸時代より北大川間を結んだイカダウンは途絶し、さらに六百七十六年に、 田代茂によって建設された、筑後川四大守水石の一つである袋屋石が水没した。ありがとうございます。